2022年 NTC カップシリーズ第4戦マックスノービスクラスの決勝ヒートです。スターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ボールポジションからのスタートはゼッケンナンバーは7番テコルサ徳佐川トール。今日このまま勝てばパーフェクトインということになります。そして2番テクイットカーのスタートはゼッケンナンバーは9番パワーワークスの柴田総一。今年はまだ表彰台を獲得しておりません。このポジションから表彰台、そしてど真ん中を目指したいところ。3番テクイットカーのスタートはゼッケンナンバーは1番クミコレーシングウィズテコルサ川瀬明宏。そして4番テクイットカーのスタートは5号車テコルサの魚見浩太です。そして5番テクイットカーのスタートは11号車テコルサ福島隆人。現在のシリーズランキングポイントリーダーが5番手カーのスタート。そして6番手からはゼッケンナンバーは30番パワーワークス福島明夫。7番手カーのスタートはゼッケンナンバーは76番テコルサ坂井俊。8番手からは37号車テコルサの上野文吾。9番手からはレーシングスペアゲン19号車松田ジョージ。10番手からは8号車パワーワークス平地達司。以上の10台でマックスノービスクラス決勝ヒート14ラップにて行ってまいります。日差しの下にいますとじりじりと暑さを感じる、そんなお天気になってまいりました。そんな中マックスノービスクラスの決勝ヒート14周のレースが行われてまいります。8月の天気らしい天気といえばこんな感じなんですけれども、皆さん覚悟していたでしょうか。この暑さ、朝は少し涼しい気候でした。それがこの午後の決勝ヒートでは非常に暑いコンディション。マックスノービスクラス決勝ヒート隊列が立ち上がってまいりまして、レッドシグナルはブラックアウト、レーススタート。さあトップスタートの徳田川危なげなくホールショットを取っていきます。そして2番手スタートの柴田総一もこれ冷静にアウト側からイン側にマシンを寄せまして2番手ポジションをキープです。一方3番手の川瀬はポジションを1つ落として4番手。さあここで4コーナー立ち上がり3ワイドか、柴田総一が一気にポジションを落としてしまいました。川瀬が上がってきたのはこれ魚見浩太でしょうか。魚見浩太が上がってきているように見える。先頭の7号車徳佐川トールは変わらずです。そして2番手には魚見浩太5号車が上がってまいりました。1号車川瀬は3番手、そしてその後ろ柴田総一がどんどんと下がっていく。何かあったか。さあここで1コーナーで柴田総一がインナーを刺されましたが、これはポジション取り戻していきました。福島明はこれはトライは失敗ということになります。柴田総一がなんとか4番手をキープはしていますけれども、先頭の3台が少し逃げ始めてしまいます。今4番手が9号車フロントロースタートの柴田総一、その後ろには30号車福島明夫、そしてその後ろが37号車上野文吾が来ているか、失礼しました、福島ですね。11号車福島が上がってきております。福島が上がってきてまいりまして、その後ろが上野文吾、そして坂井仁、29号車町田兆治、そして8号車平地達司が10番手という形の今往来になっております。14周のレース先頭の4台は早くも膠着状態。それでも徳佐川が先頭の7号車逃げていく展開となりそうです。そして魚見浩太はこれといい走りしていますよね。魚見浩太は確かこのレース参戦しましてから表彰台には乗っていなかったはず。今日が初表彰台なるか。しかも目の前の徳佐川トールを合わせば優勝も可能であるという、そんなポジションです。この魚見浩太は参戦シリーズ今年が2年目だったでしょうか。魚見浩太はもともと e スポーツからこの
モータースポーツ業界に入りまして、そしてこの e スポーツからリアルスポーツカートへの方へ移ってまいりました。そんなドライバーなんです。さあ、その魚見浩太が今2番手を走行中。目の前には徳佐川通る7号車。ここまで徳佐川はもう優勝も何度も飾っておりますし、表彰台第2位も何度も取っている、そんなドライバー、強さのあるドライバーです。もうスポーツマンらしい風貌をした徳佐川通る、体も鍛えているんじゃないか、そんな感じのドライバーなんですけれども、その徳佐川の後ろに魚見浩太です。さあ、そしてこちらも同時期に参戦スタートいたしました川瀬。いつもこのピンクの目を引くレーシングウェアに身を包んでいる川瀬です。さあ、その川瀬、パッと見て遠くからでも川瀬が走っているのと分かるようないでたち、これがもうトレードマークになっております。その川瀬が現在3番手を走行中。第2戦第3戦は第3位でした。表彰台は獲得するものの第3位、ここまで来たらポジションを上げていきたいのが石鹸ナンバー1番の川瀬です。さあ、2番手の魚見浩太はスチライトを振り返りまして、その川瀬を視界に収めていきます。そしてその川瀬の後ろには石鹸ナンバー9番の柴田壮一が4番手で走行中。レースは残り8ラップ。この4台が一応ギリギリ先頭トップ争いかなといった距離感。しかし、なかなかトップの徳田川に魚見浩太が追いついていかない。なんといっても現時点でのレースファーステスト、この7号車先頭の徳田川通がレースファーステストを叩き出しております。しかも他のドライバーよりコンマ2秒ほど速いレースファーステスト、これはなかなか追いかける魚見浩太としても厳しいところです。まあ、しかし魚見浩太がレースファーステストを更新している。いやー、これ魚見浩太来るかもしれません。残り周回まだまだあります。7周あります。まだまだ追いつける距離です。今コンマ6秒差、魚見浩太ペースが上がってきた。そして現在のレースファーステストはこの5号車魚見浩太48秒562に、先頭の徳佐川通が48秒595、ほとんど遜色ないと思います。そして3番目が入れ替わる6コーナー、川瀬が飛び込まれまして、柴田壮一が3番手で浮上です。フロントロー2番手グリッドスタートの柴田壮一、ずるずるとスタート直後下がってしまいましたけれども、再びポジションを上げてまいりまして、3番手を取り戻しました。さあ、柴田壮一が川瀬をかわして、さあ、これで魚見浩太を追いかけ始める。これもしかしたら柴田壮一が川瀬の前に出てペースが上がっていくかもしれません。そうしますと2番手の魚見浩太に追いつく可能性も十分にありそうだ。今魚見浩太と3番手の柴田壮一の差は 1.5 秒ほど、ちょっと距離がありますね。ちょっと距離はありますけれども、残り戻ってまいりまして5周、そうですね、ちょっとライン取りを間違えれば追いつかれる、それぐらいの距離感でしょうか。レースは残り5ラップ、残り5ラップへと入ってまいりました。現在ポイントランキングリーダーとなりますのが11号車の福島なんですが、その福島は現在6番手を走行中。なかなかここからポジションを上げていけます。あっと、今2コーナー手前で接触があったか、スピンがありました。これおそらく上野文吾と町田ジョージのバトルではないでしょうか。町田ジョージがスピンをしたようにも見えました。あ、これ町田ジョージと3回ですか、上野文吾か、ちょっとそのあたりですね。7番手から9番手あたりのバトルで今2コーナーでトラブルがありました。さあ、まずスノービスクラスの決勝ヒット、周回数は残り4周となりました。先頭の4台は先ほどまでちょっと追いつく可能性あるかな、それぐらいの距離感だったんですが、いつの間にかかなり離れてしまいました。この距離感、
それぞれ1位から4位までそれぞれちょうど1秒ずつ間が空いているそれぐらいの距離感です。1秒ということを考えますと残り4周オーダーの入れ替わりは難しそうか。マックスノービスクラスの決勝ヒート、トップさんのワンゴール、今ホームストレート駆け抜けていきまして、残り周回数は半ラップとなります。そしてレースハウステストは魚見光さん5号車現在2月のドライバーで変わりはないんですが、トップの徳沢との差はまた1分ほど開いてしまっています。路面温度は46度、直射日光を浴びると非常に暑いコンディションの中、マックスノービスクラスの決勝ヒート、先頭徳沢通る、2番手ウォーミコーター、両名ともチームテコルさん、そして柴田総一がそれを追いかけますが、パワーバックス、これは距離が今1秒ほど空いている。その後ろが川瀬1号車、そして35車福島紀夫、そして11号車福島高人、そして坂井仁志が今76号車でホームストレートを走っていく、そのすぐ後ろ手に乗って町田長治、そして8号車の日吉達治が10番手、そして今10番手で走っていきますのが37号車の上野文子というオーダーです。レースは残りラップ、伝統の徳沢通るはレース48秒8ということで比較的安定してタイムを刻んでいるようです。さあその徳沢通るが今最終コーナー立ち上がってまいりまして、ここでファイナルラップへと突入してまいります。さあそしてこのマックスノービスクラスのデッカーのグラフを振ってくれるのは誰かな、ちょっと遠くて顔が見えませんが、カレットのドライバーのどなたかです。さあコントロールラインにもご注目ください。カレットドライバーのデッカーフラッグをご覧いただきましょう。さあそんな中徳沢通が6コーナー2022年 NTC カップシリーズ第4戦8月の14日暑い最中のレースマックスノービスクラス決勝ヒート制していきますのは、今チェッカーを受けていきます徳沢通る、2番手には魚見光太、3番手には柴田総一というオーダーになりました。徳沢選手トップチェッカーおめでとうございます。ありがとうございます。やっと勝てました。今日はフォントヘアリング大丈夫ですね。はい大丈夫です多分はい。いや前回も素晴らしい走りでした。そして今回も素晴らしい走りでした。今日の走りご自身としてはいかがでしたか。はい、いっぱい練習したんで、まあ、その成果が出たかなと思って、はい、まあ、チームのみんなに感謝してます。はい、もう今日でこれで、今年の優勝は2回目ですかね。そうですね、2回目ですね。そしてその他も表彰台ということで、これはシーズンランキング的にもダントツトップということになるかと思います。ギリギリじゃないですか多分。はい、はい、今日まあ全部1位取れたんで、まあ、それでちょっとポイント取れたかなと思うんで、はい、よかったです。はい、お疲れ様でした。そして今年のこの後のシーズンも頑張ってください。はい、ありがとうございます、頑張ります。ありがとうございました。マックスノービスクラストップチェッカーの徳沢通選手にヒーローインタビューを行ってまいりました。